一皿シェフズテーブル。この番組はグルメサイト一皿の編集長と編集部がプロとして料理をこよなく愛する人々ディッシュアーティストをゲストとしてお迎えし、毎回テーマに沿った思い出や料理に対する思い、アイディア、また食のネクストトレンドを語り合うトーク番組です。本日のゲストは肉山の三山秀明さんにお越しいただきました。お話を伺うナビゲーターは一皿編集長小西克弘、一皿編集部辰野口久美子でお送りします。こんにちは、一皿編集長小西克弘です。一皿編集部辰野口久美子です。本日のゲストですが、前回に引き続きまして肉山の三山秀明さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。うちの人たちはみんな三山さんと言わずに肉山さんという三山さんです。はい、はい、犬年なんですよね。そうですね。あなたも犬年。はい、私もだから僕三山さんから一回り上なんですよ。犬年なんですよ。あ、そうですか。犬ばっかり集まってるっていうなんか不思議なそれでですね、今回お話をお聞きするのは、肉山に至る前ですね。はい、三山さんが大阪から上京をなさってきて、はい、最初にこの吉祥寺で和というホルモン焼きのお店をスタートなさるんですけれども、はいはい、まあ、この辺りの話をちょっと聞いてみたいと思います。はい、まずだからもともと大阪でお生まれになられて、はい、実は野球甲子園まで行かれた名選手でいらっしゃって、ベスト8、で、まあ、キャプテンですよね。はい、で中央大学に上がられて、それから大阪のお酒の卸の会社に就職をされて、はい、で就職をされたんですけど、卸の会社を卒業されて、はい、ご自分でやられるというヒストリーがあるんですけど、はい、まあ、まずそのじゃあご自分でおやりに なられると、それも吉祥寺でみたいなところをちょっと聞かせていただきます。はい、吉祥寺であった理由は、その中央大の野球部のグラウンドが、それこそ肉山のすぐ近所に当時ありまして、それがまあもう大昔からですよ。下手したら1000年ぐらいがあるんですかね。はい、で僕が最後の卒業生で、そこでグラウンドと寮があって生活してたんですよ。で、まあ、卒業する時に、まあ、いつか吉祥寺に戻ってきて、まあ、飲食店をしたいなという、まあ、小さな夢ですね。まあ、今でもなんか10年後に戻ってくるとかって言ってたらしいですけど、当時、まあ、当時、まあ、結果的には10年後だったんですけど、それはまあ夢に日付をつけたわけでもなく、まあ、たまたまですね。で料理を作ったりすることが別に好きでもないので、まあまあオーナーになりたい、はい、まあ、店には入りたいですけど、まあ、店長というか、はい、そのプロで野球でやっていこうって気はもうなかったんですか、大学の時。なんか大学までやってると、そうやって言われる方多いんですけど、まあ、それでプロ行けるとっても 1% いないと思うんで、大体気づきますね。気づくというか、そういうことを思うことがない、はい、もう実力はやっぱり歴然とっていうことなんですか。そうですね。まあ一個下にもプロ行ったメンバーが3人いましたし、高校で、うちの兄貴もプロ選手ですので、そうですね、まあ大体わかるんですね。大学行けてもう御の字というか、やっぱり厳しい世界ですもんね。そうですね。でじゃあもう大学の時から自分でご商売をやられるといつかみたいな、まあ結構淡い感じですね。はい、結構なんかそこでね、こう、俺はこうするんだみたいなとたまに言いますけど、まあ、そこまで熱いもんではなかったと思います。はい、なんとなくぼわっとしてるんだけど、 でもやるんだぞみたいな感じですね。はい、でお酒の卸をやってた会社を脱サラされて上京なさって、大阪でやろうって気はなかったんですか。はい、大阪でやろうっていう気はないですね。いまだにあまりないですね。なんか飲食店って僕とか野球やってるとつながりも多いんですけど、お客さんが知ってる人に来てもらいたくないっていう意識はいまだにあるんですね。結構逆の人が多いと思うんですけど、
店やる時に、うん、あの人も来てくれる、小西さんも来てくれる、辰野さんも来てくれるみたいな勝手に計算すると言ってるんですけど、大体来ないんですよ、そ、はい、そんなあんまないんですよ、うん、なるほど、はい、じゃあ地元ではもうあえて最初からも考えなかったんですね、はい、今後もないです、まあ一見ありますけどお店は、僕が立つことは絶対ないです、はい、そこは結構シビアに割り切ってらっしゃるんですね、はい、この知らない人が知っていく感じが最高ですね、うんうん、あ、はい、それ正しいな、はい、なるほどね、で、まあ、お店をやられて最初はホルモン屋さんですよね、はい、和っていうね、はい、これは どういうあれなんですか、流れでこうホルモン焼き屋さんになったんですか、16年前に出てきて、で何かをしたいという、はい、ぼんやりな感じで、はい、まあ、でもできることを考えていくと、うん、まあ、焼肉屋、まあ、ホルモン屋と焼肉屋、まあ、イコールとしたら、はい、まあ、最終、今でもそうですけど、うん、最終調理はお客さんなんで、はい、まあ、誰でもできるやんみたいな、あ、軽い気持ちですか、軽い気持ちですね、でただまあ大阪の生野区っていうところで生まれ育ってるので、うん、その焼肉文化っていうのはもうすごい発達してるんですね、うん、だまあその食べてこれ美味しいなとかっていう感覚はあるかなと思ったので、うんうんうん、でホルモン屋さんを探し、うん、そしたらちょうどあのアメリカのテロとか、はい、狂牛病があった年、そう、BC ですよね、その翌、まあ、1年経ってないぐらいの頃で、まあ、世の中の焼肉屋さんがこう激減して、あの亡くなったりも売り上げも全然なくなってるような時代だったんですね、だ物はめちゃくちゃ余ってたんです、あ、そうか、物は余ってた、はい、余ってるは暇でも、うん、あの屠殺は結構されていくもんで、どん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 残っていく状態で、多分歴史上一番なんか安い値段だったんじゃないでしょうかね、うん、当時、あ、仕方なくというか、あ、そういう環境だったんですね、そういう条件があって、まあ、だから、原材料は比較的こう、もめちゃくちゃええもんは今より全然いいですね、あ、そうです、はい、で安くて、ただまあ、特に東京は豚もつ文化なので、そうですよね、僕は牛ホルモンでやろうというのを受け入れてもらえるかどうかを、うん、その時は未知でした、あ、関西はそう牛ですよね、東京はあんまなかったですか、牛、なかったと思います、なかったですか、まあ、焼肉屋でなんかてっちゃんみたいなのがある程度だったようなイメージです、あ、そうかそうか、じゃあそれでまあちょっと勝負したらいけんじゃないかみたいな、一人でやろうと思ったんで、うん、家賃も安いところでやろうと思ったので、うんうん、まあ自分の分ぐらいどないとなるんちゃうかなぐらいな、結構軽い気持ち、そうですね、軽いですし、まあまあ最悪一人で住んでるアパートも引き払って、うんうんうん、店の中住んだらダメだな、いや本当そんな気でした、はい、でもこの店が できるまでのエピソードを僕読ませてもらったんですけど結構、はい、面白いですね、いろんなことされてるからね、うんうんうん、全部本当ですね、ほんまの話しか書いてないので、すごい、なんか印象的なのありました、工事中にこうなんか、うん、周りの人ってこう工事してるところで何できるのかなってこう傷、そうそうそう、こうなんだろうね、こう思ってる時にそこに張り紙を作って、そうそう、はい、でそこでお客さんとこう質問受付コーナーみたいなの作られたっていう、あ、よく読んでた、もうすっごい、はい、ええー、と思って、あれ32歳だったんですけど、はい、32歳でそれ画用紙に書いてたんですね、あんだけ画用紙まとめて買う32歳おらんやろぐらい買ってたんですよ、いわゆる大きいやつで工事してるいらない木を立てて、うん、皆さんにメッセージを書いて、うんうん、みんなこれ何ができると思ってますよねと、こういうのはできます、これ固定、うん、でこういうのをやるやつがどんなやつか興味ありますよね、私こんな人ですこれ固定で、まあ、中央大学で書くと、はい、ああそこのって当時なってたので、それを固定でずっと2枚貼ってまして、はい、でその下に最初は毎日日記を書いてたんです、はい、毎朝9時に、はい、9時に貼るって決めてたんです、時間決めて、はいはい、で朝の9時前に家で書いて持って行って、うん、貼り上から貼っていって、はい、であとは夜9時に行って、お店がまだ1店舗なの、1店舗目もできてないので、はい、素人発信なので研修するところがないんですよ、はい、で自分の店夜9時に行って掃除して、はい、恥ずかしいからシャッター下ろして、はい、店の中でエアーで練習してた、あいらっしゃいませハラミですね、はい、はいはい、つって、住みたいですそれを9時9時でやってたんですよ、
そしたらその日記をすごい見る人が増えてきたんで、はい、あのなんか立ち止まって見る人なんだけど、うん、そしたらもっとやり取りしようと思って、はい、Q&A コーナーを作ったそこで生まれたんですね、Q&A、はい、もうその頃から個人メディアですよね、いやね、本当、うん、発信の仕方が個人メディアです、ね、その時 SNS 何もしてなかったので、ね、世の中的にはミクシーぐらいが流行ってたみたいな、その存在も知らずに、でもなんか SNS の原点となるようなことをもうやってらっしゃったってことですよね。そう、結果的にそうですね、そういうことですよね。1行目だけ桜で自分で書いたんですよ、はい、あの Q と A を、あ、なるほどね、誰か書かんと、ね、誰か書かんと書かないなと思ってボールペンぶら下げて、魔王っていう焼酎は、はい、焼酎ブームだったんですその頃、本格焼酎ブームで2002年、はい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 、あのもういっぱい魔王だと2000円とか2500円したんですよ、はい、そうなんですよ。それを書いて、うんうん、ありますよと、税込み500円ですこれ僕の桜です、はい、そうしたらみんなブワー書いたんですこれこれがあるとか何があるかみたいな、はい、それをまただから次の9時の次の日の9時と夜の9時に行くとまた増えてるんで、うんうん、毎回答え書いたんです、また上からこう紙書いてて、そういうだからね、やっぱりその SNS 的なその、うんうん、アイデアも素晴らしいし、はい、楽しいですもんね、楽しみながらやってらっしゃるじゃないですかね、うんうんうん、そう面白いで、焼酎でもあれでしょ、はい、その高い魔王とかそういうのも結構安く出されたんでしょ、全品500円で出したんですよ、うん、税込み、お肉もで、ホルモン酒場焼酎屋和という名前で出しまして、うん、最初焼酎でこう、うん、ちょっとブレイクしたっていうか、なんか安く飲めるよってことで、うん、そうですよね、だって一杯ロックとかこんなちっちゃいのでこう入ってても800円とか1000円とか、そういうドーンと入れて500円で、絶対行く、そう、玄関割れとかしたんですか、まあ普通に仕入れれる、なんかたまたまいい酒屋さんと出会って、あの今みたいな話をずっと見てくれてたので、お前だと応援するよってことで、まあ普通の値段で入るので、うん、全然もう2000円なんかで売ったらもう2杯売ったらあと全部利益やんみたいな、うん、そんなことはしちゃあかんので、うん、全部500円でやってたんです、すごい。その焼き、まあ、まあホルモンですけど、その時は焼き方とか学んだんですか、うん、先生から言ったりとかして、あのホルモンは全然学んでないです、うん、肉山の時は学びました、肉山の時行かれましたよね、はい、来てくれてたんですよ、ホルモンの時はもう独学っていうか今までの経験のあれですか、そうですね、あのまあ、ただ東京の方はその牛のホルモン焼きを それもタレ肉じゃなくて全部塩味でやったので、うん、あまり分からずに、うんうんうん、3種類ぐらい頼んでも1個しかのけないんですよ、うん、そうですね、確かに、なんか舐めてんのかなと思って僕とかビャーって3枚全部のけちゃうんですけど、いやもう1個育っている感じですよね、で内側から、はい、こうやって、はい、はい、どうぞ、こうやって焼いてたんですよ、あ、何してんの、もっと早く食べてよみたいな、回転さそうとかっていうことよりも、なんか、うんうん、もうちょっとちゃんと食べてよぐらいの感じで、本来の食べ方を、僕が思う本来の食べ方を、食べ方を、だからあんま知らなかったんですね、お客さんもね、はい、そんなに怒ってみたいな、未だに多いですけどね、そういう方、うん、そうかも、そうかも、そうですね、だからまあそういう道山さんが教えてくれたりすることもあったりとかして、うん、それも楽しい、お客さんが、うん、ついてくるのかもしれないですね野球人脈は使わなかったんですか、一切使ってないです、使わない、やっぱりそういうの嫌なんですか、そのなんかまあ後輩来ると、うん、同じ500円でもいっぱいね、なんかサービスせなあかんなと思いますし、うん、先輩来ると、うん、おいみたいになるんで、だからもう来なくていいビームを出して、はい、だいたいみんな、ね、みんな一緒という、うん、まあそうそうね、それも確かにね、その人脈を使おうと思ったら、うん、多分三沢さんいっぱい使えるんだろうと思うんですけど、うん、それをやっちゃうとね、まあ他の人を、ね、うん、あんまり目で見ないですよね、うん、あ、新しいお客さんがね、そうですね、入りづらくなっちゃう、ね、そういうこと、知らん人と仲良くなりたいと思ってるのに、お客様同士が結構仲良くなるような感じの店だったんですか、それも僕は NG にしてました、うん、それはもうダメなんですか、NG っていうか、はい、まあ、NG とか、例えばこう一人で来たお客さんが、今でもありますけど、隣でいてる人の会話を聞こえて、はいはい、それなんとかですよねって入る人いてるじゃないですか、僕が今現場入ってると、すいませんって言って、
あれで入ります。切るんですか、はい、それは何でなんか、もしつなげていい人は、僕がつなげます。あねえねえ、この人こんな仕事してて多分面白いと思うんで、で僕がつなげます。あそれは店の役目かなと思ってるんですけど、大体一人の人で喋っていくんですけど、お前喋りたいと思ってるか分からんけど、こっちはお前から喋られたいと思ってるかどうか、まあ、誰も分からないじゃないですか。なるほど、もしかしたら OK な人もいてるんですけど、でも分からないことはノーっていうこと。なるほどなるほど、はい、そこはまあなんて三山さん流 の, その 礼儀感というか、僕はこれは、はい、優しい、お客様目線がすごい分かってるってん、ね、うん、だから やっぱりね、そうお客様目線なんですよ、うん、お客様ファーストで基本的に考えておられますよね。うん、滑ってる時もあるかも分かんないですけど、一応 それがいいと思ってます、うん、僕も喋りかけたりしませんし、うん、なんかキャラ的にカウンター知らん人と喋りかけそうな雰囲気あるかも分かんないですけど、うんうんうん、ありますあります、喋りかけないです、うん、黙って食べてますよ、黙々と、はいはい、なるほどね、でお客様からの意見は多分さっきおっしゃってたように、うん、張り紙のところで意見交換をされたりとかもしたんでしょうけれども、うんうん、お店に来られるようなお客様との意見交換みたいなものは結構あるんですか、その場所で。今だと、まあ、15、6年やってるんでありますけど、うんうんうん、最初の頃は、あまりにも僕が素人すぎるのか、うん、いろいろ言う人いましたけど、うん、ほっといてくれ俺の店やからっていう感じでしたね、うん、お前誰やねみたいな感じで、結構我が道を行くぞと、我が道っていうか、なんか、うん、なんでそんな今日会った人に、うん、まあ、塩味のホルモンやってて、うん、誰も置いた方がいいよみたいな、うん、もう誰やねみたいな、そんな僕が逆で、うん、そんな言うかって言ったら、うん、言わないんですよね。ね、なんかすごい、そう未だに思います。はい、で、まあ、最初からでも黒字でしたっけ全部。そう、赤いのが一回も一回もないんでしょ。そこはそうなんです。それがすごいです。すごいですよね。まあ、でも本当に安くできたんですよお店が、はい、まあ。家賃的にも。一回裏から全部得点が入ってるわけですよね。そう、そうですね。マイナスないっていうのは。いや、こうやっぱ才能なんですかね。何なんでしょうか、分かんないですけど、はい、はい、では続きはまた次回ということで、はい、すみません、ありがとうございました。一皿シェフズテーブル、次回も食のネクストトレンドを発信していきます。お楽しみに。